伊坂浩の一人喋り。どうも皆さんこんにちは。T ビヨンドの伊坂です。伊坂浩の一人喋りシャープ4、始まりました。コロナが憎いです。なんていうのかな、まあオミクロン株が先週のシャープさんでも話しましたけど、コロナがね、オミクロン株がこれまでにない感染のスピードで広がってって、本当に1ヶ月前はこんなことになるのかなっていうのは想像もしてなかったんですけどね。まあこの感染拡大の影響、前回もお話ししましたけど、まあ、スポーツ界でもかなり猛威を振るってですね、プロラグビーのリーグワンも結構こう選手関係者に陽性者が出て直前で試合が中止みたいなことが続いてる、まあ、今もそうだったんですけど、そんな中ね、まあ、前も話したかな、車椅子バスケとかゴールボールの全国大会も中止になってということで、車椅子ラグビーどうなるかなって話を前回してたと思うんですけど、まあ、つい先ほどですね、車椅子ラグビーの日本選手権2月4、5、6に予定してましたが中止となりました。いや本当残念だな、まあ、去年もギリギリまで頑張ったんだけど中止になって、まあ、今年こそはっていうのもあって、特にね東京パラリンピックがあったんで、本当にそこで多くのファンの人とかね、関わってみたいボランティアとか、もちろん選手として始めたいっていう問い合わせもたくさんもらってたんで、本当にこの熱量をね、こうコロナが落ち着いたタイミングで、本当にたくさんの人に見てもらったりプレーしてもらったりとか、関わる時間を作りたいなって一生懸命、まあ、みんなで準備してたんですよ。で、もう本当年末なんて、ね、こうみんなの努力で感染者も落ち着いてて、これはもう結構去年とは違う形で、ある程度もう自分たちもね2年間しっかり感染対策もやってきたっていうところで、いやいい形でできるよねって、あんなことしたいこんなことしたいって考えたりとか、まあ、あとは僕が所属している東北のストーマーズもね、まあ、2人東京に出場した橋本選手、中町選手もいて、今年は、まあ、その去年中止になってその前の大会では3位まで行けたんで、本当にまあ決勝っていうところをちょっと目指しながらね頑張っていこうかなっていう風な思いがあって、まあ、準備をしてきたんだけども、この年を明けてからのとんでもないスピードの感染によって、まあ、中止をせざるを得ないという状況で、まあ、中止になってしまいました。まあでもね、こればっかりは、まあ、僕らだけのことじゃないし、世の中いろんなものがやりたくてもできない状況ができたりとかね。で、まあ、何よりエッセンシャルワーカーであったりとか、まあ、医療関係者の皆さんが本当にご苦労されてるっていうところで、自分たちの思いだけではね、こう動かせない部分もあるので、まあ、この決定はしっかり受け止めて、この何クソをね、次落ち着いたタイミング、また収束したタイミングで爆発させれるようにしたいな、なんていうふうには思ってますけどね。まあでも、憎い。まあ何が一番悲しいかって言ったら、まあ D ビヨンドファンの皆さんはピンとくるかもしれないですけど、やっぱ庄司がね、この日本選手権に向けてディビヨンドの YouTube でショート動画上げ始めたじゃないですか、選手権に向けてっていうところで、本当にこうあの苦労をねあれだけみんなに公開しながら、まあ やったりやらなかったりみたいな葛藤をね、41の男がずっと一生懸命やってきたのに、この結末がね、中止っていうのが本当悲しいなっていうふうに思うし、どんな動画で落としてくるのかなっていう楽しみもちょっとあったりしてっていう、まああんまりちゃけちゃいかんけど、まあ、なんかこう一生懸命やってきた姿があったんでね、なんか最後こうその成果を発揮して終わりたかったけども、まあそれはお預けということで、ということで逆にね、どういうオチをつけるのかっていうのを皆さんに楽しみにしていただけたらなというふうに思っております。で、
まあ、あのおかげさまであのショート動画皮切りに、まあ、ちょうどねこういろいろコロナも落ち着いて、あの対外的なお仕事もたくさんいただいて、結構名刺も配らせていただいたおかげもちょっとあると思うんですけど、あのそこからチャンネル登録者数もこう780人ぐらいかな増えて、今457だったかな、さっき調べたら、まあ、500近くまで、来たっていうところでね、本当になんかコツ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 、まあ庄司の編集一番大変なところをやってもらいながら、なかなかねこうコロナの状況でいろんな動画、いろんな形の動画を撮るっていうのは難しいんで、こういった、まあ、あの一人でもこうできるようなことで動画をちょっとまあ進めてはいますけども、そういったこともあって、500が近づいてるっていうことでね、以前100人まで行った時に T シャツのプレゼントをさせていただいたんですけども、今度500人登録者行った時にはまたちょっとなんかその時の季節、まあ、いつちょっと行くかこればっかりは分からんのでね、行ったタイミングの季節に合わせてまたちょっと D ビヨンドのロゴの入ったアパレルなんかを何名かにプレゼントしたいなと思ってますんで、まあ、ぜひもう登録されてる方はお友達にちょっと登録してもらうように見てもらってね、面白い動画だからって紹介してもらって、登録してもらってっていうのをしてほしいなーなんて思ったりもしますし、ちょっとこうもうすでに登録していただいてる方は500人に行った時のそのちょっとした企画なんかをね楽しみにしてもらえたらなーなんていうふうに思っています。で、まあ一つね選手権まで向かってきたところでいろいろ区切りもつくところもあるので、また YouTube の方もちょっといろいろ新たな企画みたいなところをできたらなぁなんていうふうに思ってますんで、その辺はちょっと楽しみにしててくれたら嬉しいかなぁなんて思ってます。そうですね、まああとはちょこちょこやっぱりコロナの影響でD ビヨンドでご依頼を受けてたイベントもちょっと中止になったりしてますけども、うん、まあ2月年度内にね何個かあとできたらいいなーなんて思いながら、まあ、3月春先まで、うん、一生懸命やりたいなと思うし、うん、なんかこんな中だからこそできることとか準備っていうのはまあ続けてやっていきたいなーみたいなふうに思ってますんで、まずは直近ねちょっと庄司の落ち動画みたいなところを楽しみにしてもらえたらいいかなと思っています。まあ、近況と、まあ、ちょっとね今日はあの選手権の中止のなんだろうな思いみたいなのを喋ってしまいましたけども、うん、まあ、そんなところかな。やっぱりコロナが落ち着かないと本当になんか自分たちのこうやりたいことを進めるっていうのも難しいんだなって、もう本当に自分たちもそうだけど一緒に準備してくれた人たちのねちょっとこう寂しそうな声とか顔とか見ちゃうとなかなかやりきれない部分はあるけども、まあ、そこはみんなが同じ思いしてるんでね、ここはぐっとこらえて次の準備をするっていうようなところでまたポジティブにやっていけたらなと思うんで、引き続き応援してもらえたら嬉しいなと思います。はい、そしたら、今日もね、ありがたいことにお便りをいただいておりますので、いつものコーナー行きましょう。お便りのコーナー。はい、今日は、一人またお便りをいただいてますんで、ちょっと答えていきたいなと思っています。今日いただいた人のペンネームはまたこういう感じか。なんかこのシリーズでなんか繋がってってんのかな。ペンネーム壁をどうするさん。どうするって言われたら壁があったらもう超えるしかないよね。まあ、なんかなんだろう、この壁いじりも広げられる人もっと広げてもらって結構ですけども、なんか大丈夫ですか。もうそろそろなんか正統派の人とかのペンネームとかも来てもいいんですけどね。まあなんかまだしばらく壁つながりで来るんでしょうか。まあでも壁をどうするさんからいただきました。私は車椅子ユーザーですが、世界遺産や自然の絶景などを生で、まあ、直で見てみたい欲求が年々高まってます。どうします、どうします。私の意見としては景観を損ねるくらいならバリアフリーにしないでほしいです。でも行きたいです。
どうします？どうします？なんか究極の設問というか、行きたいけど壊したくないみたいなところですかね。まあでも世界遺産とかその絶景って呼ばれるものって、まあ、結構自然だったりとか、もちろんその、まあ、バリアフリーとかそういうものの配慮なんていうのは到底その頃にはないものからできてしまって、まあ、それが美しいとされてるんでね。その景観、まあ、そもそも多分世界遺産とか認定されてたらそれ以上手加えるっていうのは多分ダメやったんじゃないかなっていうふうに思うし、まあ補修とかそういうのが可能やったと思うんだけど、まあちょっとこれはまだ答えではないんだけども、まあ、僕出身が大阪で、まあ車椅子、でも車椅子なんていうか、そんな別にもともと自分がアクティブに観光とか行くこともそうそうなかったけど、まあ、特に地元の観光名所なんてね、回ることはなかったんですけど、まあ、前回もお話しましたけど、ニュージーランドの方に短期留学してた時に、実は、帰ってきた時に、ホームステイしてたところの娘さんが逆にこう日本に短期で、ちょっとま、遊びに来てるというか、遊びに来てる時間があったんで、まあ、大阪を紹介する機会があったんです。で、ま、いろいろ回って、たんですよね。まあ、海遊館行ったりとか、ユニバーサルスタジオ、ジャパン、まあ、USJ 行ったりとか、まあ、大阪ならではのもん食べに行ったりとかっていうのがあって、で、そんな中で大阪城の方にも行ったんですよね。で、まあ、結構こう、下から登っていくには急な勾配の坂があったんで、ちょっとまあ、車椅子ユーザー、結構こう、障害の軽い人でスポーツやってて腕力のある人ならいけるかなって感じですけど、まあ結構きつめの勾配の、坂があったりとか、あと何かな、門、関所みたいな間通るときは結構段差があって、ちょっとまあ一人では無理やったかなっていう感じ。で、まあちょっと手伝ってもらいながら登っていって、お城について、まあ、その、壁をどうするさんの質問と一緒で、まあ、そういうものってなかなかこうバリアフリーってされてないかなと思ったんですけど、裏口にエレベーターがついてあって、まあ、スロープで行ってエレベーター上がっていって、まあ、城の中に入れるという形になってて、で、まあ、そこまでやろうなって思ってたら、中になんか多分確かエレベーターあったと思うんですよね。で、エレベーターがなんか真ん中かなんかにあって、天守閣までエレベーターで上がれたはずなんですよ。だからまあ、まあ、不思議な感じでしたよね。まあ、この壁をどうするさんが言うように、まあ、そういう景観のものってバリアフリーじゃないよねっていうところがあるんだけども、ちょっと裏口からはもうなんか近代的なスロープとかエレベーターが見えて、中に城の中にエレベーターがあるっていう変な感じでしたけど、まあ一つ観光地とするという点では、まあ誰もが楽しめる。これだから別に車椅子ユーザーだけじゃなくて、足の悪い人とかね、ちょっとこう階段、特にああいうのって階段も急やったり、こうなんかちょっとね、こう レトロって言い方が正しいんか、ちょっと古い形のタイプだから、で結構登るのって大変やったりするもんだから、まあ、たらそういうものを楽しむっていうことはできるよねっていうのはありましたね。でもその他に京都の清水寺とかにも行きましたけど、やっぱ駐車場止めれるところから坂がずーっとね、結構ね高台にあるから清水寺でその勾配きつめの坂プラス砂利やったりしてね、その当時フリービール、動画で紹介してるフリービールとかも持ってなかったんで、まあそれこそもう気をつけながら押してもらっていくみたいな。でも結構ルートとしてはなんとか、道の舗装っていうところはちょっと課題はもちろんありましたけど、なんかまあそういうところではなんとか行けて、絶景も楽しんだし、こうちょうど紅葉のシーズンでね、紅葉も楽しめてみたいな、できたけど、だからまあこの問題に関していくと、
景観を損ねることが嫌でバリアフリーにしないでほしいっていうのであれば、そのバリアをどうやってクリアするかってことを考えることになるわけで、そうなるとまあちょっと一人で行くのは難しいかもしれないけども、まあこう付き添いの人とか、まあ周りの人とかにこうちょっと力を借りてですね、段差を持ち上げてもらうお手伝いをしてもらったりとか、まあ階段とかもそうだし、まあ人の手を借りてバリアと呼ばれる段差であったりとか、そういうものを、砂利道の舗装されてない道を行くっていう部分をクリアしていくっていうので解決できんやないのこれ。なんかね、まあ高尾山登った時もそうでしたけど、おおむね一人車椅子ユーザー一人で行くのちょっと無理やったなっていう、特に自然相手になるとなおのこと無力さを感じる部分はたくさんありますけども、解決する方法ってまあ自分のこう着地点っていうか、まあ、妥協点っていうとちょっとネガティブな聞こえ方するけども、そのやりたいことを自己完結できなくても、まあ、他者の力を借りたりとか道具の力を借りることで、見た目が不格好かもしれないけど、そういうのって解決できるんじゃないかなって結構思ったりしてて、僕自身もまあそういうのはお願いしてやったりすることもあるんでね、電車とかでもそうでしたし、段差のこととか、あとはこう学校の公園とか行ってもちょっと古めの学校とかだと体育館とかにエレベーターがなかったりするんで、先生に階段上げてもらったりとかもしますし、今でもだからそういうことなんじゃない、ファシリティ設備の方をどやこやするっていうわけではなく、そのバリアを誰かサポートであったり道具の工夫で、うまく超えていく。ただまあこういうところって結構ね、そういうルールに対して厳しいところも多かったりするんですよ。で、なんか、ちょっと車椅子の人は避難の時に、自立で自分で逃げれないから利用できませんみたいな結構あったりするんですよね。これだから大阪の、さっき言うてもったけど、某夢テーマパークでも一部のアトラクションはそういう理由でちょっと車椅子ユーザーが乗れなかったりするっていうものもあったりするんで、まあ物理的にっていう、でもそれ人の手伝いじゃダメなんですかっていうのもやっぱダメらしい、やっぱ自己完結できないとダメですっていう、まあ緊急避難的なことに関してはまあ仕方ないなって思ったりするけど、まあそういうのも一部あるんで、もしかしたら施設側がそれを断る可能性はあるかもしれないけど、そういう意味でのチャレンジはできるんじゃないかなっていうふうには個人的には思うし、そうやって解決してきた部分もあるから、わざわざその美しいものとか歴史のあるものに無理くり手を加えて、使えるっていうふうにしなくても、できてなくても自分がそのバリアをどう超えるかっていうのを、まあ何度も言いますけど、人であったり道具で解決できるんじゃないだろうかなんていうふうには思ったりしますし、なんか、それをやっていくべきだと思いますよね。もしかしたら施設を管理してる人とか、そういうのに行く人、そういう理解が純粋に知らなかったりすることかもしれないんでね、そういうことを試させてもらったりとか、知ることで環境を変えることもできるんじゃないかなっていうふうに思うんで、ぜひその景観施設を変えるんではなくてね、自分がそのバリアに対するクリアの仕方みたいなのをちょっといろいろ考えてアプローチしてもらいたいなっていうふうに思います。なんかね、DB温度でも近々なんかこういった関係のチャレンジもちょっとしたいなと思ってるんで、なんかこういう質問とか疑問があるんであれば、こういうところにもやっぱチャレンジして、なんかこういろいろ示していけたらなっていうふうに思いますね。でもいいですよね。なんか僕もスポーツやってて、でもそうだ、まあ、アテネパラリンピック行った時も、有名なパルテノン神殿行く時なんかも、神殿の下
のこうみんながスタート地点から結構長いエレベーターとかもあったんでね、結構待ち時間ありましたけど、まあだから何を取るかかもしれないな、うーんっていうのもあるから、うん、この壁をどうするさんの考え方だとやっぱり人と人の理解とどうっていうところをちょっとアプローチしてみたらどうでしょうか。ちょっともう一人で行きたいってなったらもうちょっと答えられません。もう、なんかもうテクノロジーを集結させてみてください。歩くに等しいようなやり方で やるしかないんじゃないでしょうか。うん。まあでもそんな未来も遠くないかもしれんし、なんかこう、そうね。まあ今できることと答えられるところってそんなところかな。うん。でもそれ参考にしてほしい。参考になるか分からんけど、してほしいなと思うし。まあ、僕らもこういったものをちょっとチャレンジしたいなっていうちょっと意欲が湧きました。ありがとうございます。まあ今日は、この意見のこの質問だけだったので、まあお便りのコーナーはこれにて終わりたいと思います。まあこんな感じでね、いろんなアプローチで、まあスポーツのこともそうですし、障害のこともそうですし、まあ、こう今僕は車椅子ユーザーなんで、車椅子ユーザーの観点とかでなんか疑問質問とかあったらぜひもっともっと欲しいですし、なんかこれを機に新しい企画とか僕たちが挑戦することで何か答えられることに変えられるかもしれないんでね、そんなところもちょっと欲しいなと思いますんで、引き続きお便りメールとかね、気軽にいただけたら思いますんでよろしくお願いします。はい、まあ、今日はね、日本選手権の中止から庄司さんのショート動画ファイナルの告知で、まあ、お便りを今日は車椅子ユーザーの観光とかってことかな、移動とか旅行とか、まあ、そういった観点での質問にちょっとお答えさせていただきました。うん、なんかやっぱり障害っていうものが世の中では、まあ、マイノリティで少数派で、まあ、決してそういう人たちにこう配慮っていうものはあるにせよ、全てがそこに配慮されるっていうのはなかなかやっぱり少数派の人って難しい。だからこそその、まあ、ジェンダーの問題だったりとか、まあ、宗教であったりとか、まあ、人種であったりとか、いろんなところで違いっていうものに対してこう考え方の接触が起きたりするわけで、うん、理解を求める少数派がたくさんいるっていうのも事実なんでね。でまあ、うん、あらゆる人が誰しもが使いやすいっていう感覚であったり、その中の一つが障害であったり車椅子ユーザーであったりとかっていうことだと思うんでね、まあ、そういった観点からも、もしかしたらその知らないことを知ることでその環境を変えられるかもしれないから、その時が来たりするのをただただ待つんじゃなくてね、自分たちが行動を起こしてそれを変えるっていう勇気であったりとか、発信するっていう覚悟みたいなところがやっぱ僕自身も持って、この引き続き D Beyond っていうところでね、そういうのを示していけたらええなーっていうふうには思ってます。まあ今までちょっとチャレンジしてますし、やっぱりなんかこう最近でもハイラックスとかね乗ってると、頸髄損傷症こんな車乗るんやみたいなこと言われたりするんで、なんかこうちょっとこうチャレンジングなことを続けることで規制概念とか固定概念とかそういうのを崩していくとか、そこから新しい発見展開とかっていうのも大いにあると思うし、それはまあ引き続き続けていきたいなっていうふうには思ってます。でもなんか今日の質問のお便りのところで、やっぱまた新たな発見とチャレンジみたいなところのなんかこうふわっとなんかねこう生まれてきそうな感じがしたんで、そこもまた新たな可能性のチャレンジにつなげたいななんていうふうに思っております。まあ、今日もわちゃわちゃ喋ってきましたが、三坂博の一人喋りシャープ4、ここら辺で終わりたいと思います。また皆さんのお便りね、引き続きお待ちしておりますんで、次回シャープ5も楽しみにしていただけたら嬉しいなと思います。それではここら辺で失礼したいと思います。またです。さよなら。